ファスティングマイスターの数です。動画をご覧いただきありがとうございます。はい本日もですね、ファスティングにご興味があるあなたにですね、ファスティングに関するですね有益な情報というかですね、ヒントだったりアイデアをですねお伝えできればと思います。はい本日もですね、えー、私がですね、実際サポートさせていただいたですね、ファスティングの お客様からですね、まあ、お喜びの声をいただきまして、えっと、お写真をですね、いただきました。でお写真をいただいてですね、まああの、使わせていただけないでしょうかということをですね、お願いさせていただいて、まああの、許可をいただきましたので、本日ですね、こちらについてですね、あの公開させていただきまして、ちょっと解説というかですね、お話しさせていただければと思います。はい。 まずですね、まあ、男性ですね30代男性で、まあ、会社員の方なんですけどもこの方のお悩みとしてはですね、まあ、内装脂肪というか、まあ、お腹の脂肪ですねはい、まあ、お腹の脂肪、まあ、くびれがなくなったような形ですよねはい、まあ、実はですねあのこの方は私のまあ友人になりますはい、まあ、20代の頃、まあ、10代20代の頃はですね まあ野球をしたり、まあ、現在も野球をしたりあの、まあ、マラソンをしたりです、ね、してるんですけどもなかなかですねこう痩せないというかお腹のこの肉が落ちないっていうことをずっと悩んでいたのでじゃあファスティングやってみたらどうですかということですね提案させていただいてまあですねスポーツをされている方なので、まあ、最初からもうじゃあ5日間。 私はもう実際5日間おすすめさせていただいています。3日目から脂肪燃焼が始まってですね、まあ、4日目、5日目というふうになってですね、あの3日間で終わらせるのは実はすごくもったいないことなんですね。すごくもったいないことです。はい、あの3日目から脂肪燃焼始まるので、4日、5日と脂肪燃焼があの続きますので、なので3日で100脂肪が燃えたら4日、100、5日、100といううになりますので、まあ、だいたい3倍。 まああの多くてて4倍倍から5倍の効果があるって言われていますなぜかというと、脂肪燃焼はですね4日目、5日目ともっともっとこう増えていくからですね5日目を。5日目にピークを迎えるというふうに言われています。はいまあ、この方ですね、実際5日間でどう変わったかということを見ていただくと、まあ、お腹の、まあ、お肉がこんな感じですよね。はい、こんな感じ。まあ、ちょっとこう見た目が良くないですよね。 でまあ、こんな感じですね。まあ、だいぶ減りましたとか、へこみ、すっきりしましたよね。まあ、これ見るとすごいですよね。はい。まあ、この写真見たとき、私も本当にびっくりしました。まあ、体重でいうと、そんなにこの方ねあの、多い方じゃないんですね。でもですね、なかなか落ちなかったんですね。それについても、ちょっと後ほど説明というか、解説させていただくんですけども、まあ、体脂肪率もそんなに多くないですね、はい。多くないんですけども、じゃあ5日間で何か。 何になったかっていうのは、この48.5まあ、約5キロですよね。まあ、5日間でやだいたい男性だと5キロ減ることが多いです。まあ、体脂肪率すごいですね。はい、5.8ですね。はい、私もまあ7日間やった時5%切りましたけども、この方はですね。やっぱり、うんん男性の方で運動習慣もあられたっていうことで、脂肪が燃えやすい体質ではあったと思うんですけど、そのスイッチが入っていなかったんでしょうね。今回ファスティングで本当にまあいいきっかけになったのかなという風に。 考えていますでちょっとですねこちらの実際の声っていうところをですね紹介させていただきますはいまあふだですねファスティングされる前どんなお悩みがありましたかっていうところで普段一般の方より運動している方ですが、まあ、過去草野球マラソン筋トレですよねはいお腹の脂肪がなかなか落ちず悩んでいましたまた朝の寝起きの悪さ慢性的な便秘でも悩んでいました まあこの方はですね、まあ、あのお勤め、会社員の方なんですけども、まあ、あの休みの日はこんな草野球とかマラソンとか筋トレをされていらっしゃったということですねで。お腹の脂肪がなかなか落ちず悩んでいたで。また朝の寝起きの悪さ、慢性的な便秘でも悩んでいた。これについてもですね、あの関連してくるんですね、実は。でその悩みを解決するた,ために何をされてきましたかというところ、食事制限、過去糖質制限、ランニング、筋トレをしました。はい、で,できるだけ早く寝たり、まあ、これは朝の寝起きの悪さですよね。 で水分を2リットルとるようにしていました。まあ、これ便秘ですよね、まあそれに。それを行うことによってどんな効果があったのかというと、まあ、食事制限をしたときは少し痩せましたが体力や筋肉が落ちました、はいで。食事を持つとすぐにリバウンドしました。はい、朝のすっきり感もなく便秘も改善なしでした。す、まあ、っきり感というのは寝起きですよね。で食事制限、とまあ、糖質制限なんですがこれはです、ね、私も他の動画でお話ししているんですけどもやっぱ糖質制限を行うことによって確かに痩せます。 はい、これはですね、糖心性といってですね、まあ、難しい言葉はちょっとこれこは避けたいんですけども、糖質制限すると、要は脳が枯渇します。脳が枯渇するので、確かにですね、筋肉あの、痩せるんですけども、筋肉が落ちるんですね。筋肉が落ちます。かつですね、脳が枯渇、脳がきつい状態なのですごく辛いんですね。で、筋肉が落ちるので、確かに痩せます。でもですね、体力、筋肉が落ちる。要は筋肉が落ちるからなんですね。 で食事を戻すとすぐリバウンド。ということは、筋肉が落ちますから、基礎代謝っていうです、ね、ものが落ちるんですね。要は、寝てても消費するカロリーが減,る減ってしまうということです。なので、食事を戻すとすぐリバウンドするのは当たり前なんですねで。朝のすっきり感もないということですよね。これもですね、何が起きているかというと、要は消化がうまくできてないということなんですね。要は、腸内環境がもう元ともと良くない。だから、便秘も改善しないということなんですね。水分を取ったとしてもですね。 でファスティングをされてですね、実際どうなっているとまず準備食の時点で便秘が解消されましたあれだけ水分を取ってもダメだったのにびっくりしました、まあ、これはですね要はですね腸内環境が改善はまだされていないんですけども普段の食事がこの方ですね聞いているとやっぱり、まあ、カップラーメンとかコンビニのお弁当とかですね、まあ、外食ですよね、まあ、付き合いで飲みに行ったりっていうことで要はですねあのいわゆる栄養失調になってしまったんですね 食べてる量は食べてるんですけどもあの食物繊維だったりとかビタミン、ミネラルっていうものが少ないんですね。野菜不足だったりもそうですよね。加工食品ばっかり食べていたのでですね、腸内環境がもうやっぱり悪いっていう状態になってしまったのと朝のすっきり感っていうのはな,ないっていうのはですね、結局ですね、あのもう消化に悪いものを食べているのでもう疲れている状態だったんですね。 でファスティング中から寝起きもすごく良くなり目覚まし時計が鳴る前に起きていました、はいまあ、これもですね、食べていないので、まあ、あの内臓が疲労することないので,ですね、朝もうすっきり起きれるんですね、はいまあ、これがファスティングのすごく特徴ですね朝のすっきり感も皆さんおっしゃいますねで体重は5日間で5キロ約5キロですね体脂肪率は12.4から5.8まで下がりました素晴らしいですね でそれよりものお腹の脂肪が本当にすっきりなくなったこと、まあ、本当になくなりましたよね。はいまあ、この横からの写真がすごいですね。はい、で、そこでですね、すっきりなくなったことですね。他の健康法と比べどこが違うところありましたかっていうところ、食事制限のときのような我慢するという感覚が全くなかったこと。要は、ですね食事制限のときは糖質制限されているわけですから、脳が本当にお腹空すくんですね。ファスティング中は ファスティングドリンクで最低限の糖質は入れます。なのでお腹空かないんですね。でかつですね、えー、糖質を入れることによって糖新腺、筋肉分解を防ぐんですね。糖質はですね、やっぱり必要なんです。最低限の糖質は必要です。140g 必要だって言われています。それをファスティングドリンクでしっかり戦略的に取るんですね。なのでお腹も空かないし筋肉も落ちないようにコントロールすることができます。で体が毎日変化していくので楽しみながら行いました、はい。この方はですね、やっぱり もともと運動されていたので筋肉量はあられたんだと思います。なのでやっぱり痩せるスピードすごく速かったですよね。なので毎日変化していくのは確かに楽しいですよねで。心配していた空腹も全くなかったですごく楽でした。そうですね。ドリンクを飲むことによってあの楽だったと思います。 で4日目、5日目、まあ、3日目から脂肪燃焼始まるので、もっと楽になっていきます。脂肪燃焼を行うことによって、起きることによって、ケトン体という物質が出ますので、ドリンクの他にですね、ケトン体が脳の栄養素になるので、もう空腹感本当感じなくなってきます。で、また5日間という超短期間なのも良かったです。食事制限は1ヶ月だったのそうですね。はい。まあ、ファスティングの、まあ、あの、一番大きな特徴ですね、超短期間ですね。はい。 まあ3日間、この方は5日間やりましたけども、すごく短期間になります。食事制限は本当に1ヶ月じゃなくてもっと何ヶ月もされている方いらっしゃいますね。もう本当に時間もあのかかりますよね。ストレスもかかると思います。で同じようなお悩みを持っている方にメッセージをお願いしますというところで、今まで苦労して時間をかけていたことが何だったんだろうと思うくらいあっさり悩みが解決されました。そうう、ですね、本当にこの方、あのもう 私の友人だったのですね。メールの他に line でもやり取りしてたんですけどもすごくですね。喜びの声をあのいただきました。はいで30を超えてお腹の肉が落ちない男性にお勧めします。はい、<laughs> そうですね。やっぱり20代はですね。まあ、なんだかんだでですね。あの体の代謝がいいので、あんまりお腹に肉がつか。ない。 が多いですよねでも30超えるとやっぱり代謝が落ちてしまい落ちてきますといったところでやっぱり食事の内容もそうですよねこの方ここからやっぱり食事の内容っていうのをやっぱり気をつけてくださいということで私も3ヶ月間ですね食事のサポートをあの行っている途中ではあるんですけどもやっぱりここからですね、まあ、外食をされるにしても、まあ、やっぱり手作りの定食屋さんだったりとかですねあとはお腹空かなければあのそ,あのそんなにな 食べないといとうかですねあの、あえて食べなくてもいいんですよということをお伝えしました。あとはやっぱり甘いものの代わりにナッツを食べたりとかですね、やっぱりビタミン、ミネラルが足りなくなるとですね、筋肉をあの緩める、マグネシウムっていうものがふ、あのー、足りなくなってしまいます。なので朝のスッキリ感というのもマグネシウムを取ることによって結構解消されますね。あの朝の寝起きの悪さですね。と、はい、いったところもですね、アドバイスさせていただいています。はい、そうですね、あとはややっっぱぱりこの肩筋肉もやっぱり 落ちなかったとっいうところがすごく喜ばれて,たっていたうこともですね、ここには書いてあるなかあったですけどもおっしゃっていました。と、はい、いったところでですね、まあ、男性のですね、30代男性からのですね、あのお喜びの声というところでですね、まあ、こんな感じの、まあ、だらしのない体がですね、まあ、すっきりなったとっいうところですね、まあ、ここからですね、やっぱりあの腸内環境改善されたので、ここからですね、ファスティングするとこう筋肉も落ちるんじゃないかという心配はまずご無用なんですけども、 実はですね、ファスティング後っていうのは筋肉つきやすくなります。あの腸内環境が改善するので、吸収が良くなるんですね。なんでファスティング後にですね、しっかりですね、あの筋力トレーニングをしてですね、まあ,あのしっかりタンパク質も中心にはなるんですけども、孫は優しい食事でですね、バランスよくとることによってですね、筋肉がすごくつきやすくなりますから、ここからこの方はですね、肉体改造に励んでいただければなというふうに。 考えています素晴らしいアスリート並みの体脂肪率ですよね。はい。っていったところでですね、本日はですね、男性、30代男性のですね、5日間ファスティングのですね、お喜びの声っていうところをいただきましたので、えー、とこちらの、この場でですね、公開させていただきました、はい。もしですね、ファスティングにご興味があるあなたはですね、えっと、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひですね、お問い合わせ いいただければと思います、はい、また次回以降もですねファスティングに関するですね有益な情報ですねヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので是非 YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います、はい、ではですね本日はこれで以上になります動画をご覧いただきありがとうございました